ミカル・ブリッチズはアメリカ合衆国、ペンシルベニア州モルバーン出身のプロバスケットボール選手。NBA のフェニックス・サンズに所属している。ポジションはスモール・フォワード。ブリッチズの母親は19歳で彼を出産し、シングルマザーとして育てた。小学校を卒業するまでフィラデルフィア近郊のオーバー・ブルックで育った。中学生になるとペンシルベニア州マルバーンに引っ越した。 高校では、マルバーンにある、グレートバレー高校に通い、ジムノーランの指導を受けた。2年生の時に、バスケットボールに真剣に取り組み始め、身長が198センチメートルに達するまで、成長し、1試合平均20得点8リバウンドを記録した。高校3年生になると、ファーストチームオールクラスクアッド A に選ばれ、 一試合あたり18.5得点7.2リバウンド2.4アシスト2.4ブロック1.6スティールを記録した。高校を卒業するとエスプヌに全国で82番目に優れたプレイヤーとしてランク付けされ2013年6月にビラノバ大学に進学を決めた。ダンクをするブリッジズ・ブリッジズはビラノバ大学に進学し、 3年間在学した中で2016年と2018年に NCWA トーナメントを優勝を果たした。3年生の時には1試合平均17.7得点5.3リバウンド 3P% が43.5%を記録し、その年のベストスモールフォワードに贈られるジュリアス・アービング賞を受賞するなどした。ブリッジズは4年生には進学せず2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。2018年6月21日に行われた2018年の NBA ドラフトにてフィラデルフィアセブンティシクサーズに全体10位で指名された。その後、16位指名のザイール・スミスと2021年のドラフト一巡目指名権との引き換えにフェニックス・サンズにトレードされた。2021年10月18日に サンズと4年9000万ドルで契約延長したレギュラーシーズンありがとうございます。